これが動画工房だってことで、推しの子について語っていこうと思います。皆さんちゃんと1話見ましたよね、アニメのやつ。うん、まあ、あれは原作1巻までやってたんですけど、まあここまでやるだろうなって感じでした。一人の母親だった大嘘つきがこの世を去り、そして一人の復讐鬼と一人のアイドルの卵が残った。まずあれこれ語っていく前に、まず推しの子っていろいろと話題になってるけど、どういう作品なのかっていうと、まあ見ての通りです。原作一巻での復刻のためのプロローグに全てを費やした漫画で、それを考えると1話を90分にしたのは英断だと思います。うん、これを毎週3話までやっていくと絶対にここまでいかなかったと思うんですよ。うん、だって愛は母親キャラでしかなくて、まあ、主人公ではないからね。うん、この作品は星野アクアが重曹でも岩見の中でも浄化できないような闇に落ちていく話です。うん、この辺最近の動画工房らしい作品だと思いますよ。うん、推しの子。まず、愛は本当にね、アニメになって良かったキャラだと思います。うん。高橋リエリーさんがすごいよね。うん。これはまあ別の機会に言うと思うけど、こう、この高橋リエリーさん、リゼロのただのエミリアや、まあこのスバのメグミンを意識してるキャスティングだよねと思うんだよね。うん。まあ、推しの子1話見れば分かると思うんですけど、まあ、これはまあ、転生ものなんですが、愛ってこう、転生したアクアとルビーに相当救われてんじゃないかなって改めて思ったんですよ。まあ、そこら辺の愛の機微みたいなものっていうのは、まあ、リエリーさんの声がついたことで、ものすごく分かりやすくなってるなと思いました。というのも、愛ってこう、多分ね、転生者のアクアとルビーだからこそ救われたと思うんです。出るんですよ。うん、まあ、最初の頃は、まあ、子供とりあえず産んだけど、まあ、才能があるかどうか分かんないから、まあ、愛せるかどうか分かんないっていう、そういう素振りも見せてたんだよね。まあ、実際にアクアとルビーを間違えてたりするし、まあ、その辺の愛の、あの愛情の確たるものになった理由っていうのは、まあ、アクアとルビーが転生者だったからこそだと思うんですよ。まあ、だってこうライブの時になんかおたげやってるアクアとルビーを見て、まあ、うちの子キャワワーなって、まあ、そこで出会ったあの笑顔みたいなものを、まあ、使って嘘をついていくっていうのが、まあ、星野愛っていうアイドルだったわけですから、まあ、そこから実際売れてったってやつですし、こう転生ものってこう転生した側の視点ばっか書いてるから、まあ結構そこら辺ナロー系アンチとかは、まあ、そこら辺のなんか都合の良さみたいなものしか書かないんだけど、まあ、そこら辺こう転生者に救われるやつっているんだよ、ヒロインってね。それがまあリエリーさんはすごく演じるのうまいよ。うん、リゼロとかなんだかんだただのエミリアはスバルいないと実際死んでるし、このスバはめちゃくちゃわかりやすいんですよね。うん、あ、このスバはああいうバカやってるようでいて、メグミンってやつはまあカズマっていう、まあ、転生してきたやつがいないと本当にこう自分の夢を捨ててるやつだから、まあ、今期このスバ爆炎と、まあ、推しの子が被ったのはすごく面白い展開であって、愛もめぐみんも転生者に救われてんだよね。うん、娘と変な男っていう違いはあるけど、まあ愛自体はこうアクアとルビーが自分の子供であることを明かしたかったんだろうなってのはちょっと思うんだよ、十数年後にね。まあどっちかっていうと今アクアとルビー転してることに対して心を痛めそうだよね。うん、それこそリゼロのただのエミリアみたいに、こうこの90分っていうのはこう愛、星野愛っていうアイドルがどういう風に頑張ってたのかっていうのが分かるからこそ泣けると思うんだよ。うん、嘘をついてたけどこうストーカーのなんか鉄砲玉に対しても結構認知してたみたいなものがあるのが、まあ愛の強いとこだよね、泣くよねっていう。でまあ僕はあの推しの子だとルビーが好きなんですよ。まあネタバレするとこいつ出番あんまないんですけどね。うん、いやまあ原作最近だと結構割と出番あるけど、ルビーの生駒ゆりえさんも新人声優だけど、なかなかいいメス書き演じてくれてたんじゃないかなと思います。まあ、サリナから逆算しても、まあ、中学生総合ですしね、赤ちゃんの頃で。まあ、アクアとルビーが互いの正体を知らない以上、こうルビーっていうのは結構おざなりになりがちな子なんだけど、でも前世でどうにもできなかったアイドルっていう道、こう容姿とコネクションがあってそこからアイドルやっていくみたいな、そういうタイプのイフっていうのは、まあ、ルビーの方が色濃いと思う。うん、まあ、そこら辺が愛とルビーの、まあ、レッスンって本当に泣けるところだし、もう本当になんか泣くよねっていう。ママが殺された後のルビーの反応とか本当に痛々しかったし、本当にこうルビーはいい子だと思う。まあちょっとめんどくさいところはあるけど、まあそこら辺も含めて赤先生って感じだよね。そしてまあアクアだよね。うん、前世の五郎から含めて声優が3人いるやつなんだよ。無職転生の日記編とモブセカのマリエちゃんルートと、そこからマリエを抜いたような、まあ、地獄みたいな展開だよね。うん、アクアは本当に正しくないやつで、
RPG 不動産のサトナや、まあ、テクノロイドの変態博士みたいな、まあ、正しくないキャラだよね。うん、まあアクアにはこのまま行くと破滅しか待ってないわけだけど、どうなのかなっていう。まあ負のご都合主義がなければもっと違ってた可能性はあるんだけど、まあ結局どこまで行っても愛を殺された恨みみたいなものを抱えて生きていくしかない男だから、うん、岩見真中さんでも浄化できないやつだよこいつは。かぐや様に例えると白金会長じゃなくて石神の別ルートだっていうのは、まあ、分かってくると思います。重曹は巫女で、まあ、おさらぎってやつが岩見真中さんのキャラでアクアと重曹と茜の三角関係が、まあ、どこまで受け入れられるのかっていうのは、まあ、ちょっと本当にこれからこの3ヶ月で見ていかなきゃ分かんないけど、まあ、ここが当たればかぐや様4期やってもいいと思うよ。なんならこれからアクア周りの地上のもつれこそかぐや様4期だよ。スクンが見たければ真の仲間の再放送を見ればいいですし、石神が見たくなければかぐや様4期やる必要ないからね。ま、いやまあ藤原も早坂も可愛いんだけど、そう、ここ、ま、前にかぐや様4期いらないいらないってずっと言ってるんだけど、俺は推しの子とかぐや様をヤングジャンプで一気に連載してたのは本当に辛かったと思うし、ま、かぐや様終わってからいろいろ重曹絡みでいろいろ言われてるけど、ま、本来の構成通りに展開が動いてるように見えるから、ま、そこら辺悪くはないと思う。うん、ま、重曹の扱いに関しては賛否分かれるのも分かるけど。ああ、これ、重曹絡みで言うと、ま、インタビューなくなったのはだいぶ良かったかなと思う。原作漫画だと、まあ、こう、数十年後の最終決戦編前の映画を作るインタビューみたいなものを やるんだけど、まあ、そこで愛が死んでることをなんかほのめかしてたり、もうアクアが闇に落ちてたりっていうのが、まあ、ほのめかされるんだけど、まあ、ここで重曹が、まあ、愛の死に対して、もう、いろいろと、配慮の足りない言葉を言うっていう、そういうシーンがあるんだけど、アニメではこのインタビューがカットされてるから、まあ、重曹の嫌味が薄くなったかなと思った。まあ、重曹原作の今でも、アクアから友達扱いされてるけどね。アーくん。他はなんだろうな。うん。まあ、元社長は、なんか、いいキャラだよね。なんか、愛のことを心配してるのって、まあ、父親代わりも兼ねてたのが、まあ、よくわかるし、まあ、宮右衛門も良かったよね。まあ、宮右衛門も、まあ、凛ちゃんさんらしくて、まあ、最初は惰性でやってたけど、なんだかんだアクアとルビーのことを、まあ、ちょっと面倒見てあげてたってことに対して、まあ、結構、情が映ってたんだなってわかる感じ。ライブシーンもそれ単体で置くんじゃなくて、こう、漫画原作だから、それの必要なところを映してって、でもちゃんとインパクトに残るものをやってるかなって思った。うん。YOASOBIさんのアイドルもいいよね。YOASOBIさんのオープニングは、こう、愛の抱える闇みたいなものを感じるんだけど、でも愛がアクアとルビーのことをマジで愛してたっていうのは、まあ、そこら辺の本物もあって泣ける曲だなと思いました。いや、推しの子本当に1話がすごい作品だったなと思います。まあ、これでアクアが憎しみのキャラであることがよくわかると思います。この勢いを保っていけるのか、まあ、それともまあ失速したって言われるのか、ちょっとまだわかんないですけど、まあ、動画工房さんには成功してほしいですね。RPG 不動産やテクノロイド、ちいかわで鍛えた闇の動画工房がもう本当に結実するかと思いますので、いや本当頑張ってください。以上です。